時刻は10時30分を回りました。皆さん、こんにちは。池田由美のリファーラルフォーライフのお時間となりました。<laughs> 今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いを形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ企業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。 パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみです。この番組はリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。えー、双方向でお伝えしていきたいと思っております。 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは7、7 9 7アットマーク f m g 能ワン c o m 7 9 7アットマーク f m g 能ワン c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリススンラジオで配信してますので、f m g 能ワンを検索して、ぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。ツイキャスからはコメントもお待ちしております。 えー、ツイキャスをご覧の方はね、下の方にメールアドレスもございますので、えー、ぜひ、どんどんメッセージお待ちしております。はい、さてさて、今週も始まりました。リファーナルフォーライフ。うん、もう早いもので12月に突入いたしました。もう今年もね、あと1ヶ月しかないという状況ですけど、皆さんはどんな風にお過ごしでしょうか。もう12月ってね、もう師走師匠も走るっていうけど、 めちゃめちゃ私も走ってますね。<laughs> 毎年なんですけどなん、なんでこうやって12月ってバタバタするんですかね。<laughs> あのーまあ、12月、私は講座は、ね、前半で、えー、大阪公演が、えー、あるんですけど、もうその大阪の講座が終わると、まあ、1年で、ほぼ私の今年のお仕事は終了って感じになるんですが、そこからはですね、えー、忘年会シーズン。 <laughs> そしてクリスマス、えー、また、えー、家業のね草加、えー、線部屋の方は、えー、お聖母そしてお年賀の時期、そして1月明けの大相撲の準備ということで、えー、こっからはですねノンストップで2月のバレンタインまで走り続けるというシーズンになってきます。なので、師匠も走るっていうけども、歩みは常に走ってるっていう感じですね。 えー、もう本当に一体大出身でよかったって思いますけどもずっと走りっぱなしです。 皆さんは12月っていうとどんな、ね、年末をお過ごしになりますかね今年はあのー、今まで、ね、コロナでなかなか外に出れなかったんですけどやっとやっと人がだんだん動いてくるようになってきたので今年は、ね、忘年会とかクリスマスパーティーなんていうのも、えー、徐々に復活してくるんじゃないかなというふうに思いますもうおかげさまで私もいろんな、えー、方々と 楽しい時間を過ごす計画がいろいろありますので、すごく楽しみにしてますけれども、まあちょっとね、お酒も増える時期ですから、私はちょっと体重に増加に気をつけようかなと。まあ、あの、去年からずっとですね、えー、受けてる、あの、アンソニロ,ロビンスのセッションで7キロ落とした実績があるので、ここをキープしようかなというふうに思っておりますけれども、でも皆さんも楽しいね、えー、時間を過ごしていただきたいと思います。今年は皆さん、 ね、もう12月だから街はもうクリ,クリスマスのモニュメントですとかね、えー、イルミネーションっていうのがキラ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 して本当に綺麗な時期ですよね。えー、本当に恋人とちがこうね、手繋いで寄り添ってそんな素敵なあのライトアップとかね、イルミネーションを見てる姿を見ると、うーんー、まあ、 ちょっとは羨ましいけど別に寂しくないもんとずっと思っておりましたが今年はですね私もお友達とクリスマスイルミネーションを見に行こうっていう計画をしてますのですごく楽しみにしてます、まあ、お家で過ごす方も多いですし海外はねお家で過ごすことが多いですよね、えー、クリスマスツリーをーもう寒くなってくると飾ったりとか、えー 靴下を準備したりですとかどん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 クリスマス一色でお子さんのいるお家なんかはね今年のプレゼントどうしようかなとかどうやってサンタさん、えー、が、ね、まだこうサンタさんを信じているお子さんたちにはどういう演出をしようかなとかそういうのが考えるのはとっても楽しいですよね、えー、皆さんも素敵なクリスマスお過ごしくださいね、えー、こんなクリスマス今年過ごす予定だ ぜひ皆さんのコメントお待ちしてます。どんなクリスマスを過ごす予定でしょうかそして、えー、ね、ちょっと寂しそうな歩みにはクリスマスプレゼント送っちゃうよなんていう方はですね、FM ギのワの方まで送っていただいたらもうプレゼントは大歓迎です。お待ちしておりまーす。<laughs> はい、さてさて、えー、今週もですね、素敵なゲストの方をお招きしておりますので、えー、皆さんにご紹介させていただきましょう。 株式会社、シンアルコンシェルジュ代表取締役、山上直也さんです。山上さん、こんにちは。こんにちは。今日はありがとうございます。こちらこそお呼びお招きいただき、ありがとうございます。はい、どうぞよろしくお願いします。今日私はですね、埼玉県草加市、地元からお届けしてるんですが、山上さん、今日はどちらですか はい、あの東京の両国というところから参加させていただいておりますはい、えー、もう東京もね関東地方も一気に寒くなってきましたけど風なんか引いてないですか大丈夫です <laughs> はい、ありがとうございますもうね、外は本当落ち葉もだいぶ落ちちゃって <laughs> 寂しいような感じですけどねモノトーンの時期になってきましたけど今日はね、この番組はホットに行きたいと思います えー、山上直也さんですけど、私はいつももう山ちゃん山ちゃんってねお呼びさせていただいてるんですけれども、はいでは簡単に、えー、山上さんから自己紹介をお願いいたします。はい、えー、ありがとうございます。えー、っとそうですねあの企業改善というちょっと業務の改善的なところをあのお仕事としてさせていただいております。えー、名前はあの山上直也と申します。皆さんよろしくお願いいたします。 はい、ありがとうございます。もう山上さんとの出会いは私はどれくらいになるんだろう。えっと、一緒にね、チームにお仕事をさせていただいたのが2015年からお仕事をさせていただいてたけど、もっと前からね、実は、あの、存じ上げてるので、もう7、8年になりますかね。はい。 うん。あの、業種ビジネス交流会で、もう私がメンバーの皆さんのサポートをさせていただいてて、でそんなあメンバーの皆さんや、私たちディレクターのサポートをしてくださるという、もうスーパーサポーターだった山上さんなんですけども、えー、特にね、こう、山上さんともいろいろ、過ごさせていただいた中でも、まあもちろん私の講座を受講いただいたということもあるんですが、えー、アセンティブの受講生の方々の コミュニティをね一緒に幹事、えー、になってやっていただいたっていうのがね特に大きな思い出かなっていうふうに思ってますけどうん楽しかったですよね。めちゃくちゃ楽しかったです。<laughs> はいあの講座だけじゃなくってね私の受講生の方々のコミュニティがあってまだ今のコミュニティの全身を一緒に作っていっていただいたっていう感じで月に2回いつも集まって皆さんの課題とかね悩みを聞いたりとか。 えー、コンテンツの中で分かんないところをブラッシュアップしようなんていう会を一緒にやってきたんですけどね、まあ、その会で集まるのはもちろんなんですけどその後のね、えー、懇親会が楽しくてみんな集まってたっていうところもありましたねねそうです、ね、本当に懇親会は楽しかったです。う はい。そんな山上さんなんですけれども、業務改善コンシェル10ということで、業務改善っていろんな分野があると思うんですけどね。はい。具体的にはどんなお仕事をしてらっしゃるんでしょうか はいあの、業務改善の中にはいろいろとメニューがあるんですけれども、はい、私が捉えているのは、まず1つ目はコスト削減というところになります、はいあの。ライフライン系を中心に、まあ、あの通信系であったり、はいえー、ガスであったりというところを特にフォーカスして、あの少しでも出ていくお金を抑えたいということでやらせていただいております。なるほど まあコスト削減って企業にとっては一番大きな課題でもありますよね、はい、業務改善するポイントってたくさんあると思うんですけど、えー、特にね山込さんは、えー、ガスですとか電気水道といったライフラインがお得強いっていうふうにもねお聞きしてますけれどもその中でもどんなコスト削減をご提案されたりどんな方のお役に立ってらっしゃるでしょうか そうですね。まあ、あの、会社様の場合は、なかなかやっぱりあの、削減っていう切り口よりは、まあ、売上を貢献するっていうところが、最近よく相談されるケースが多いので、特にまあ、あの、今学んでいる、そのリファラルマーケティング、やっぱりこう、ただ単にセールスをするんじゃなくて、課題解決をしながら信頼を作って、その上で相手の売上をを上げるための、 サポートをするっていうことがが入り口にしながら、はい、その上で出ていくお金を抑えるということで、まあ、削減をサクッとやらせていただいているというやり方でやらせていただいておりますなるほどまあえー、いろいろこうあれもやらなきゃこれもやらなきゃっていうことがどんどん増えていきますからねおっしゃる通りです。でやることだらけになっちゃうんですよね。 おっしゃる通りです <laughs> まあ私も、ね、講座の中で、えー、やることだらけにするんじゃなくて本来、自分がやるべきことっていうのをフォーカスして、えー、やっていきましょうで。自分がやらなくていいことは、えー、同業者の方にそのお仕事を紹介したりですとか、えー、できる人に、ねえー、助けてもらうっていうことをお勧めしていたりするんですけど、まあ、それをきちんとこう企業の中に提案されているということですかね。おっしゃる通りです 結構、あの見える化にすると、意外とこう、口頭ベースでのやり取りって意外と多いんですね。はい。はい。ですが、まあ、そこをしっかりとあの文章にして、なるべく短文にして、それをこう、皆さんにこう伝えやすいことを作るっていうことを、今、あの、すごくあの、一生懸命作っています。はい、なるほど。まあ、そこの見える化っていうの、本当に大事ですよね。はい。 まあ顕著に見えるところっていうであると、まあその具体的な業務っていうことはもちろんなんですけども、えー、かかっているコストの見直しっていうところも重要ですよね。おっしゃる通りです。はい、いろんなコストってかかってくると思うんですけれども、えー、特にねヤマさんが力を入れてらっしゃるのはライフラインっていうところですよね。はい。これについてはいかがでしょうか。そうですね。まああのー。 特にまあそうですね、ガスであったりとか、あと通信環境であったりというところは、意外とこう、あの、情報戦ですごくその知ってるからできたこととか、知らなくてそのまま無駄にこういろんなお金をあの払ってしまったっていうのは、もう本当によくある話なのです。うん、なので、そこのところにケアできる、あの、やっぱり情報をしっかりと。まあただ、前と違うのが、あの、ご利用になりたい方が、 あのやっぱりどういう使い方がベストかっていうところも掘り下げないと、はい、ただ単にあのブランドチェン、まあ、あの提供会社を変えるというだけではあの、なかなかご利用の方の満足度が上げられないっていうのが、最近やってて、ととても思うことですなるほど、あのーまあ、例えば電気だったらね、新電力なんていうのもあったりするし。はい えーまあ、それを扱ってる会社もたくさんあるしありますあガスもね今 IH だったりとか、はい、あとは都市ガスだったりプロパンだったりすることで、えー、全然こう料金って変わってきますしねおっしゃる通りです、うん、でこれ毎日のことですからね、はい、でこれがちゃんとこう計測されたものに対してのお費用を払うということなんですけどもちろんこういったものも、あのー コストを下げた方が、いろいろこう、ね、お家の一般家庭の中もそうだし、企業の中でもそういったところは削減していくことによって助かる部分っていうのはありますよね。おっしゃる通りです。うん、そこでできたこう余裕っていうものをもっともっと使うべきところにきちんとそのお金を回すだとか、はいい利益にしていくってことですよね。はい。はい まあ、例えばね、ねうちなんかだったらあのべい屋ですから、はい、常にガスっていうのはもう大量に使うんですよね。はいうん、なんでもうしょっちゅうしょっちゅうちはプロパンガス屋さんが来て、はい、ガスのボンベを取り替えてとかっていうことをねしてくれてるんですけれどもそれもじゃあそ,、はい、そのプロパンが本当に適切なのかどうかとかっていうのも1回やっちゃうとなかなか切り替えないですよね。おっ,おっしゃる通りですねはい なので、見直ししてみるっていうのも、一ついいかもしれないですよねあの保険もそうなんですけれども、はい、あの実際導入されたときにベストな環境であっても、うん、実際導入後に、料金が,上が気づかないうちに上がってるっていうのは、よくあることなので、はい、本当に見直しっていうのは、うん、あのなかなか日本ってそういう習慣がないので、はい、あのもう本当にあのおすすめです。 なるほどそういったあの見直しのため見直しだけちょっとあのやってもらえませんかみたいなご相談でもいいんですかもちろんです <laughs>、ね。ありがとうございます。まあ、そういうのを、ね、誰に頼んでいいかわからないっていうのがね、えー、多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけどそういうのを一手に引き受けてくださるのが山上さんということなんですよね。はい はい、じゃあそんな山上さんなんですけれども、なんでそのコスト削減ですとか、業務改善というか、えー、さらにこう生産性が上がるようなことにフォーカスした、そういったお仕事をしていらっしゃるんでしょうかはい、ありがとうございます。 あの、実際この仕事をやって僕も15年から20年弱ぐらいか、あの、やっております。一番最初実は通信系のところから、まあ、通信費を下げるってところからのスタートで、あの、削減っていう着眼点で、今、いろんな企業様の出てくるお金を抑えるというところを、 あの、精一杯やらせていただいてるんですけれども、ただまあ、その時代も少し変わってきて、なかなかやっぱりその削減っていう、まあ、どの会社もやっぱりインターネットが出てきて、前よりこう、閉鎖的な情報が比較的引きやすくなったというか、なんか調べて、あの、いろんな情報を手に入れることが、たやすくできるようにはなってきた。ただ、反面、それが正しいかどうかが、しっかりと、あの、できれてるかどうかっていうのが、 あの、すごくあって。で、やっぱり、あの、いろんな方と私もやり取りする中で、まあ、業者としての立ち位置、あとは実際そこで、あの、相手のご利用者様での立ち位置っていうのを、どれだけやっぱり真摯にやるかっていうところが大事なんだなっていうところをすごく感じてまして、うん、まあ、自信やるところでは、そこのところを、どういうふうに、まずは、うん、まずちゃんとした、その相手の方にあった情報を、あとその、 業界の新たなやり方をしっかりとお伝えするというところにこだわってお話をさせていただいて、ま,あ、まずは無料診断ですね。あの今、池田さんの方から言っていただいた無料診断というのはあのさせていただいて、あと具体的な方法をお伝えするというやり方をお伝えさせていただいております。はい。まあ、そんんなななね、えー、的にこうその会社の、まあ、いろんな資料も見ながら 一回計測してみながらえご提案をいただくということなんですけど、うん、そのこう皆さんの、えー、改善をしたりとか生産性を上げるためのお仕事をしていらっしゃる、はい、そのきっかけとなったのは何でしょうかかねきっかけはもうあれですね、その相手の、まあ、なかなか今難しいんですけど前はあの総務部さんっていうのがあってどこの会社に行ってもその方から、うんうん、いや、なんかいつも本当にあ,のありがたいですって。 うち特にお金払ってないんだけど、払うお金が毎回減るんです。本当に山上さんありがとうって、毎回いろんな企業から言われてるって、もそれが積み上がってって今の仕事をさせていただいてるっていうところが一番大きなポイントになります。うんうん、はい。そういうこう目に見えないようなところをこう支える。 ていくことによって、えー、皆さん喜んでいただくまあそれがモチベーションになってずっとやってらっしゃると思うんですけどもっともっとね、はいえー、深いところで、えー、山上さんが、えー、この仕事にこうもっと力を入れていこうと思って頑張ってる理由っていうのが、えー、あるとお伺いしてるんですけどいかがですかはいそうですねもと,もとあのえっ、ー、と自分の中でもともと自分の中でえっ、ー、といろいろとやってきた中にまあ子供の頃にやっぱり 音楽をやってた時期があるんですね。で、その時にみんなでこう、どういう、まあ、えー、音を作り上げようかっていう時に、結構、あの、いかに周りの方と調和してやるかっていう時に、そのみんなで作り上げた時のこう、楽しさっていうのが、すごく自分の中でもこう、その時にこう、 なんか良かったなっていうのがあって、うんはい、多分僕はその時に得たのが、あの、そのみんなとチームを組んで、しっかりと答えを出すっていうのを、どうもその音楽、まあ吹奏楽を実際、実際僕やっておったんですけれども、はいはい、その時に、まあ学んで、で、実際、今も、なんかその、要は、一人でどうこうではなく、みんなで、あの、形にするっていうところは、 どうもそこで学んだまあそのそれでまあ今そのご縁だったと思うんですけれどもまあ削減的なそういったお仕事をあの、うん、させていただいているってところのどうもきっかけになったような気がしておりますなるほどはいの吹奏楽部でね一人一人のパートっていうのをし,しっかりこう演奏することによってみんなで調和をしていくんだけれどもこう比較的目立たない パートだったり、目立たない楽器だったとしても、その人の役割はとっても大きくて、えー、それが、えー、一つの音色、音楽には欠かせないものっていうものを、えー、自分はその一つのパートなんだってことはね、えー、感じたご経験があるってことですよね。それがまたそのライフラインっていうところでは、えー、ガスも電気も水道も,もなくとはならないもので、これぐそれぞれのパートをね、えー、しっかり えー、動かすことによってより豊かなものになるそういった調和を取れるっていうところでご自身の,この体感と、えー、今やってらっしゃることがつながってるっていうことなんですよねはい、うん、その通りです綺麗な音を出すだけではなくってみんなとの調和っていうことが非常に重要ですよね、はいはい、まさしく私たちの生活ってそれ,それがねほんとすべてじゃないかなっていうふうに思います はいうん、えそんな山上さんですけども、じゃあ、どんな方をご紹介してほしいでしょうかそうですね、あの最近、もともとはそういう,こう削減をしたいという方でお声かけさせていただいておったんですけれども、今はまあその業務改善という、まずフロントの,その名称を少しあの大きくしたものですから、まあ、実際、売上を上げたい、まあ、業務改善をどういうふうにしたらいいかっていうのがやっぱり悩まれてる。 会社さんって結構多くて、はいまあ、その辺のところにご興味をあの、要は解決法を考えている方をご紹介いただければ、あの実際あのお役に立てると、はい、今も現状そこをしっかりやらせていただいているので、お役に立てます。はい。はい。ありがとうございます。業務改善、いろんな、ね、分野であるとは思うんですけれども、まずはその効率化をしていきたい、生産性を上げていきたい、だけどどうやったらいいか分からないという方です。 またはそれらを見える化することも大事なので、はいえー、いろいろかかっているコストを洗い出して、はい、特にそのライフラインというところでも見直しが必要ということでそ,そこを見直ししてみたいなという方はぜひねお気軽にご相談いただきたいと思いますお問い合わせは、えー、FM ギノワンホームページもしくはアセンティブジャパンのホームページの方からお問い合わせくださいお待ちしております はい。本日のゲストは株式会社 CR コンシェルジュ代表取締役山上直康さんでした。山上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、最後に番組からのお知らせです、えー。私のリファーラルマーケティングのオンラインセミナーがございます。 12月8日、12月8日の木曜日ですね、午後2時から4時半、2時間半なんですけれども、この仕事のね、えー、ご紹介って皆さん欲しいな、新しいお客様の紹介って欲しいって思っていらっしゃると思うんですけれども、それをどうやって生み出したらいいのかなってわからない方多いんじゃないでしょうか。えー、ほ、大概の方はそのお客様の紹介欲しいって思っていながら、その紹介ってたまたまいただけたりとか、 偶然いただけるものなんですよね。で、これ、自分自身は受け身でいるとしたらば、これ、言葉変えたら、棚ぼたを待ってるという状況になってしまいます。棚ぼたはマーケティングにはなりません。 えー、この講座はですね、本当にその、アイバーマイズの博士という博士がお作りになった91個のコンテンツの基礎中の基礎だけですけれども、この2時間半ご参加いただいただけでも、どうやったら紹介を生み出せるのか、そしてコ,コントロールできるようなのか、あなたに対して紹介を出してくれる人たちは誰なのか、こういった方たちをすべて数値化したり言語化して明確にする、えー、基礎編となっております。全国からね、毎回たくさんの方がご参加いただいております。 ますのでぜひ自分でビジネスの紹介を生み出したいなそしてそれで、えー、ビジネス回していきたいなと思ってらっしゃるビジネスパーソンそして経営者の方々いらっしゃいましたらアセンティブジャパンホームページの方からお申し込みお待ちしております、えー、講師は私が務めておりますので直接お話し、えー、させていただくのも楽しみにしております はい。え、12月最初の番、えー、今日はね、番組でしたけれども、いかがだったでしょうか。だんだん寒くなってきましたね。もう、こたつとみかんとね、お茶っていう時期です。ぜひ、そこに、草加せんべいも加えていただけたら嬉しいなって思っております。お歳暮とかね、えー、お年賀にもご用命いただいておりますので、え、お問い合わせお待ちしております。さあ、今日は1週間の始まりです。えー、月曜日。 す、ね、素敵な一週間と、えー、一日お過ごしいただきたいと思います。お仕事中の方頑張ってください。運転中の方お気をつけて行ってくださいね、えー。来週もまたお会いいたしましょう。お相手は池田恵美でした。今週も頑張ってください。行ってらっしゃい。